冥王との騒乱から一年の月日が経った。平和な時を過ごしていたかに見えた豪田の国だったが、領内では若い娘が神隠しに遭うという事件が多発していた。事件の知らせは松之進の耳まで届き、ことを重く見た松之進は八方に手を回し、娘たちが白鷺山の社に集められているというところまでを突き止め、約一年ぶりに松之進からあやめへの命令が下る。あやめよ、事件の調査及びその解決よろしく頼むぞ。肩慣らすくらいにはなるんだろうね。Thank you.
逃げ足の速い。
ん、もはやこれまで。Mother!